第3次、伊藤内閣は、元老、白爵の伊藤博文が第7代内閣総理大臣に任命され、1898年1月12日から1898年6月30日まで、続いた日本の内閣である。1898年1月12日任命。在職日数170日。1898年1月12日任命。 内閣発足当初、前内閣の第二次、松方内閣は、議会運営で、衆議院多数派の新歩党と自由党の双方と、中田会氏、情勢打開を目指して、衆議院解散したものの、政権運営に自信を失って、同日内閣総辞職した。薩摩閥の松方の後継の首相には、長州出身の伊藤博文、山形有友両元首相が27日の、 言動会議で推薦され、翌1898年1月12日、伊藤が3度目の首相就任した。伊藤は元来、安定的な政権運営のために政党との連立に積極的であり、組閣段階で進歩、自由両党に接触、大熊、板垣両党首の入閣による大連立を計画していたが、両者が共に内相ポストを希望していたが、伊藤側は大熊に、 農商務省、板垣に司法省を提示して対立、その他両党の要求を反発側が飲めない内容であったため、伊藤は議会との連立を断念、議会に基盤を持たない状態で政権を発足させ、総選挙の結果を待った。第5回衆議院議員総選挙では、自由、進歩両党で総議席の7割近くを獲得する。僅差で第一党になった自由党は、 第二次、伊藤内閣時に連立を組んでいた間柄であることから、首相側近の伊藤実の商務省と自由党幹部の林雄造が接触、板垣総理の入閣で合意したことから、閣議に諮られる。しかし閣僚らは、井上蔵省を筆頭に反対意見が多数を占めたため板垣入閣を流れ、伊藤は、農商務省を辞任、内閣は、少数与党のままで議会に臨んだ。 5月に招集された第12改定国議会では政府が主要法案として提出した衆議院選挙法改正案と窒素増長法案について前者は衆議院審議で大幅修正、後者は大差で否決された。内閣は同10日に前回選挙からわずか3ヶ月で衆議院を再度解散する。すると22日、自由。 新歩両党が合同して県政党を結成、衆議院始まって以来の一大政党が誕生した。選挙後の議会運営の見通しの立たなくなった伊藤首相は反発側でも自前の政党を組織し、自身が党首となって総選挙に臨むことを決意する。衆議院で否決された両法案は財界では支持する勢力が大きかったことから井上蔵省を介して、 財界人に協力を呼びかけ、増唱官邸に、新党創立事務所を置き、新党結成の運動を開始した。しかしこれに対して、政党に反感を持つ山形が反発。山形系の閣僚らも反対の立場をとり、どうしてもやるならば、配下の者にやらせておけばよく、言論のメンバーである、伊藤自らが葬式を取るのは、朝鮮主義の精神から好ましくない、という立場を取った。 24日の言動会議において伊藤と山形の間で激論が行われたが、意見は一致を見ず、反発内をまとめることのできなかった伊藤はその日のうちに辞職を決意、後継には議会勢力の当事者である板垣大熊両明を押す。言動館でもこの辞局で伊藤に代わり、政権を引き受ける者はいなかったため、板垣大熊両明に対面効果がなされ、30日、 第一次、大熊内閣が発足する。ありがとうございます。